バード島のセグロアジサシチズバード島は、インド洋に含まれる、サンゴ礁の島。面積約6平方キロメートル。セイシェルに属し、首都ビクトリアが置かれている、マヘ島の北96キロメートルに位置する。島には、原生林を切り開いて建設した、滑走路と空港、野鳥観察を目的とする観光客が利用する路地、小規模の気象観測所が建てられている。 バード島は近くの海に多くのジュゴンが生息するため、イルオ・バッシュの名前でも知られている。1896年から1906年の間に島で1万7000トンのグアノが採取され、肥料としてモーリシャスに輸出された。他にココナッツのプランテーションが島に置かれ、パパイアやヤメンなどが商品作物として栽培されていた。1967年から島は、 個人の所有地となり、動植物の保全対策が行われている。4月から10月にかけての期間には、数百万羽の鳥が餌送のために島に飛来し、ほとんどが、セグロアジサシで占められている。5月から10月にかけての繁殖期には、島に約300万羽のセグロアジサシが飛来する卵を目的とする人間によって、セグロアジサシは乱獲されて、数を大きく減らしたが、 近年は保護活動が実施されている。島の周囲にはゾウガメも多く生息していたが、乱獲によって数は激減している。世界で最も体重が重いカメ、世界で最も寿命の長いカメとして、ギネスブックに名前が載るエスメラルダはバード島のゾウガメである。ありがとうございます。